えー、よく失敗失敗っていうふうに報道されてますけれども、えー、これは全然正確ではなく、打ち上げ中断、えー、が正しい表現だと思います。えー、打ち上げ失敗というのはね、ちょっと悪意がこもってるかなっていうふうに思いました。国の宇宙開発ってのはこういうの大方針が決まって、えー、後からですね、後戻りするのってなかなか難しい。要は、後ろに引く、えー、撤退するっていう、うまあ、決断ができないわけですね。 えー、今回、えーまあ、打ち上げシーケンスの中でメインエンジンは点火したんですけれども、SRB-3 というですね、えー、両側に2つ付いている補助ロケットブースター、こちらの方が点火しなかった。えーまあ、点火を中止したということですね、えー。よく失敗失敗っていうふうに報道されてますけれども、えー、これは全然正確ではなく、打ち上げ中断、えー、が正しい表現だと思います。 打ち上げ失敗というのはね、ちょっと悪意がこもってるかなっていうふうに思いました。えー、今回のですね、H3 ロケット、どういった特徴があるのか、以前まで使われていた H2A ロケットと何が違うのか、基本的な機体の構成は同じなんですけれども、えー、大きく変わった点がですね、一、えー、段目のメインエンジンですね。これが LE7A から LE9 という、 えー、新しく開発されたロケットエンジンになりました。えー、今回こちらの方も搭載されておりますが、えーまあ、2度の延期というのの主な原因はですね、このメインエンジンですね、LE9 エンジンが、えー、目標の性能に達していなかった。あるいは、えー まあタービン、ターボポンプだったりとか、いくつかの部品に不具合が生じた。えー、これをまあ改良と言いますかですね。まあ正確に言うとですね、当初狙っていた水力及び性能は出せないというふうにまあ諦めて、とりあえず初号機をなんとか飛ばせるだけの性能にとどめて、えー 次世代バージョンを、えー、その後、おいおい、作っていこうというような形になっております。えー、まあ、おそらくですけれども、性能、まあ、改良したところでですね、え、まとめチャンネルまあ、それを言ってもね、まあ、国の宇宙開発ってのは、こういうの、大方針が決まって、えー、後からですね、後戻りするのってなかなか難しい。要は、後ろに引く、 え、撤退するっていう、まあ、決断ができないわけですね。な、なので、なんとか、屋上屋を重ねて何とかするみたいな、あの、老舗の温泉旅館みたいな改良を加えていくんですけれども、そうすると、もう何が何だかよくわかんないスパゲッティコードみたいな感じになってしまいまして、え、何度も延期をしていると。まあ、様々な苦難を乗り越えて、何とか初号機の打ち上げまで、 えー、来たんですけれども、何らかの障害が発生して、SRB に転換しなかったと。SRB そのものが原因である可能性ももちろんあるんですけれども、えー、エンジン、えー、ロケットというのは非常に複雑なあ形あ、複雑な系統をしておりまして、メインエンジンに例えば何か不具合が生じているとか、それによっても SRB に転換したら、これはもうロケット花火みたいなもんなんで、えー、止められないんですね。あのー、 メインエンジンであれば、あの、メインエンジンカットオフって言って燃料のバルブを閉じれば、あエンジンは止まりますし、実際今回止まりましたよね。SRB に点火しなかったんで、えー、点火まあ、要は、まずロケットエンジン、メインエンジンが噴射して、噴煙がブーって出たところで、今度は固体ロケットブースターに点火して、ロケットが打ち上がるわけですけれども、そうならなかったんで、メインエンジンはカットオフできたんですね。 えー、ということです。えー、そして、まあ、ロケットっていうのは、その、いろんなところにセンサーがついていて、このセンサーのデータが打ち上げ、えー、衛星軌動投入までできますっていうような、あの、厳しい条件がついてるんですけど、これが一つでも満たされないとですね、えー、シーケンス止まってしまいます。えー、固体ロケットブースターは、先ほども言った通り打ち上げ花火なので、えー、点火したら、あの、もう後戻りできないので、えー、安全側、あまあ、大事をとって、えー ま、中止をしていると。まあ、おそらくシステムが自動的にやってるんだと思いますけれども、まあ、そんな状況でした。えー、なので、これ原因によりますけれども、えー、すぐにトラブルシューティングできるような原因であればですね、えー、今回の打ち上げウィンドウ3月の中旬ぐらいまでですかね、あの、あ3月初旬ぐらいまでですかね、えー、こちらで打ち上げることができますが、えー、万が一ですね、えー、万が一というか、まあ、かなり可能性あると思いますけれども、致命的な欠陥が見つかった場合はですね、 えー、打ち上げ再現期と、えー、また何ヶ月も遅れてしまうというような事態になりえますと、えー、いうことで、まあ本当、イプシロンに次いでですね、こ、このね、その SRB-3 はですね、えー、今回、えー、次の、えー、イプシ今年度中に打ち上げられる予定のイプシロン S の一段目としても使われるということで、まああの、個体ロケットブースターそのものに不具合が生じていた場合はですね、そちらの方も問題になってくるのかなと、まあ、 あの、様々なですね、いろいろ不具合の可能性ありますけれども、ぜひですね、現場の方々、今、まあ、一生懸命頑張られていると思いますので、えー、頑張ってください。としか言いようがないです。私たちもロケットを作るものとしてですね、非常に他人事ではないので、本当に頑張ってください。